米中知られざる仮想通貨戦争の内幕、著者が揃って、今回はですね、この本の中で、政策提言として、具体的な政策提言、東京クリプト金融特区ということを提言しております。この中には政府暗号通貨もあればですね、このいわゆるチェーン技術といいますか、暗号技術のメッカとしての東京シリコンバレーに代わるものを作ろうという話もあれば、クリプトキャッシュの話もあるということで、融合スキームという形で提案しています。今回はこの話につきまして、ご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。最初に協調者であります伊藤さんの方からですね、東京クリプト金融特区の概要について簡単にお話しいただければと思います。はい、よろしくお願いします。東京クリプト金融特区というふうに名前を仮につけたわけですけれども、暗号技術を中心に、周辺の先端技術を使える、そして金融にフォーカスした、国家戦略特区というものを日本に立ち上げてはいかがかと。これは国家戦略ですので、いろんな意味合いがあると。一つはストックの改善、あるいはフローの拡大といったところで、日本をもう一回元気にできるんではないかという点と、今まであった日本企業の強みをもっと生かしましょうということで、昨今世界中起きているデジタル事業化ですね、デジタライゼーションとかいろいろ言い方してますけれども、こういったものを海外の有力なリソースと一緒に推進する場所を作りましょうと、こういった趣旨でございます。でまず一番重要だと思っていますのは、日本の政府の暗号資産、これ暗号資産というのは今まで仮想通貨って言われてたんですけども、国際的に揃えますと暗号資産ということで、仮にの JCA って呼んでるんですけど、ジャパンのですね、はい、クリプトアセットというですね、クリプトアセットですね、これは私が、提案している政府暗号通貨に対応するものと、そうですね、はい、マツダプランで言われているものです。で日銀保有の永久国債を政府の暗号資産によって償還し、ペイメントトークンですね、こういったものを発行することによって、円マネーの多様化が起きると、利便性も上がると。そして日銀の永久国債、日銀が膨らんでるバランスシートがですね、膨らんで縮小していくと、と当座預金も縮小しますと、はい、いった効果があります。ここに関しては松田先生詳しく、いつも教えていただいてるんですけれども、でそれによって、送金とか決済の金融機能も効果的に実装できる。ここにいらっしゃる中山さんのクリプトキャッシュを前提としたクリプトプラットフォームの構築をしてはいかがかと。で元々あります、海外とのコラボレーションも重要だと、でシリコンバレー等の海外の先進技術を持っている企業と、もともと競争力のある日本の固有の企業、これがデジタライゼーションという形でデジタル化することで、新しい事業モデルを作ることができて、これが世界的に伸びている傾向があると、そこを推進する場所にしてはいかがかといったものです。もう一点は、先進のデジタル事業の推進においては、いろいろな業種、例えば医療ですとか、建設業とか、非常に強い部品とか素材産業あるんですけども、あるいは国民年金も面白いと思うんですが、日本が優位性を持つ産業のデータがありますと、これを海外のそういった事業協業に着目して、一緒にコラボしていただけるパートナーとともに、ビジネスのプラットフォーマーを育成したり推進するのはいかがかと。一緒でも言ったんですけれども、プラットフォームっていうのは米国と中国今独占している状況で、日本のプレゼンスはないと。これ個人においてはそうなんですけれども、まだまだコーポレートですね、ビジネスでのビッグデータというものは大きくなっておりませんので、ここは日本に大きなチャンスがあると。で日本の企業はやはり強いんですね、強いんだけれども、ビッグデータに対応してないと、あるいは先進技術をうまく取り入れてないといったようなのがあるので、そこに関するものを強化していこうという思いです。ただそれをやるには、いろんな方が関与してくれなければいけないということで、それをしやすくするために、電子住民票 J レジデンシーといったようなものを作っていくかと。これで世界中のトップノッチの才能のある人材にも付与しようと。で海外に移住したまま、東京クリプト金融特区内で企業したり、取引所を作ったり、研究所にしたり、投資ファンドが入ったり、利活用を
サービスとして提供できる組織を起業できる、あるいは大きくM&A でもいいんですけども、起業できるあるいは育成できる制度をしてはいかがと。簡単に似たようなものとして e レジデンシーというのがありますね。はい、e レジデンシーの場合エストニアで私も取引を作ったんですけども、まあ金融庁と警視庁が一緒になったような庁がエストニアありまして、要するにテロリストとか犯罪歴のあるものはエストニアでは起業できないようになってるんですけども、まあ、それは少し似たような考え方あるんですが、まあ、東京の場合はむしろ、まあ、東京でやりたいんだっていう方は世界中にいっぱいいるんだけども、日本語だしなと、引っ越さなきゃいけないなと、物価高いのはいけるかなといったところでなかなか入ってこないと思うんですね。であれば海外にいたまま起業ができると、あるいは住民票も持てると、お好きだったら住んでくださいと選択肢を与えて、で日本の企業ともコラボができるといったふうにした方が、海外からの人材はどんどん入れていくという話もあるんですが、在住したまま日本で起業し、でそこで儲けた人は東京で税金払ってくださいと、まあ、こういうふうになれば歳入もアップするということで便利じゃないかなといった理念です。だから当然電子住民票を付与して納税義務を課しますと、そうすると特区の有税制っていうのは特区全体の利益と事業価値にリンクすることもできると、つまり大きなものになった場合は大きな歳入も見込めると、こういった話です。で世界レベルの研究開発教育機関を誘致して、国内の機関との共同開発とか事業提携推進したらいかがと、まあ、MIT とかスタンフォードとかいろんなところもありますし、国家いろんな海外の研究機関もありますと、そういったところとどんどんコラボするのはいいことだというふうに考えております。国際金融機関の進出や協業も推進したいと。でクリプトトークへの海外からの直接投資も拡大させたいということで、安倍総理がやっている国家戦略特区サンドボックス制度等々を活用するというのが一つの手段ではないかなというふうに見ております。はい、それで最初にペイメントトークンという話もありましたが、暗号通貨ということがやっぱりですね重要な柱になってくるんですけども、この辺についてはですね今やられているブロックチェーンとはちょっと違う暗号通貨ということをですねこのトークでは考えたいということなんですが、この点は中村さんの方にちょっと、はい、はい、はい、暗号通貨というのはですね本の中にも提談の中に入っているかと思いますが、はい、1980年代の初めからネクマットといいますか、長い間かけてですねインターネットでも使えるお金という考え方で、研究開発を続けられてきたわけです。でその中ではやはり重要になる技術がやはり暗号だったわけですね。したがって暗号通貨で、暗号通貨っていうのは、何よりも偽造ができないこと、それから不正使用ができないことっていうのを目的にしてずっと開発されたものなんですが、それがようやくできてきたものが暗号貨幣と言われるものになります。で、この一つの歴史とは違う部分でですね、仮想通貨というのが出てきました。はい、これはブロックチェーンと呼ばれる、台帳を使うという部分と、それから比較的といいますか、ちょっとお金には使えないなというレベルの、暗号技術を使っているという部分で、一つの試みとしては面白いんですが、実際に使えるものかどうかというとそうではなかったと。でこういうせっかくのですね特区を作ってやるんであれば、当然新しい産業を起こしていく部分も必要になりますから、そのきちんとした歴史の中で作られてきたものをですねしっかりと取り入れてやっていくべきではないかなというふうに考えている次第です。東京に一つ のこれからの日本がポジションを取れてない分野ってプラットフォームっていうのがあると思うので、はい、そこのプラットフォームをきちんと取っていく上でもですね、従来のブロックチェーン技術でいいのかどうかと、今のお話ですとちょっと違うプラットフォームを作らなきゃいけないんじゃないかっていう感じもいたしますけど、はい、そのあたりどんなふうに思う、はいはい、たまたまですね仮想通貨というものが、はい、そのブロックチェーンと言われるものの、はい、技術を使って、つまり台帳技術を使ってやったものですから、仮想通貨になってしまったわけなんですが、通貨というのは別に台帳がなくても作れる、それがクリプトキャッシュなわけです。はい、一方でブロックチェーンみたいな台帳、台帳と言いましても別にお金の台帳だけではなくてですね、そういった意味では、いろんなコントラクトが
全部入れてあるような、まあ、データベースみたいな使い方もありますね。でそういう部分でブロックチェーンというのは将来非常に産業を変えていく可能性があるんじゃないかというお話だったわけですが、はい、そのブロックチェーン、実はそのブロックチェーンもですね、同じように先ほど申しましたような脆弱な技術でできている部分があったりですね、非常に時間がかかるとかっていう問題があったりですね、するもんですから、これも実は、長い歴史の中でできてきた暗号技術を使って、出来上がったもの、これが一つはクリプトチェーンと呼ばれるものがありまして、はい、またもう一つはクリプトキャストと言われるものがあります。クリプトキャストですね、はい、どちらも全然ですね容量を、必要としない、うん、極めて簡単な構造のものなので、うん、こういったものがこの新しい特区で試されていって、そうですね、ユースケースができていくべきかなというふうに考えている次第です。定段のところでも議論してますけれども、クリプト、ブロックチェーンが目指そうとしたものは今のブロックチェーンじゃなくても別の技術、もっと進化した技術ということで目指していけるんだということで、そういう意味でも日本が最先端を取っていくということに、この東京クリプト金融特区がですね、そういう場となればいいなという感じがいたしますね、はい、それであと伊藤さんの方からですね、この先ほどちょっと出ました J レジデンシーって具体的にどんなイメージなのか、本には書いてないことなんですが、ちょっと解説していただければと思います。はい、はい、E レジデンシーっていうのがエストニアでやってるんですけど、日本なんで J レジデンシーというふうにネーミングしただけなんですけども、基本的に電子住民票を海外のいろいろな方、才能のある方も含め人材に付与しましょうと、 AI にも付与してみましょうと。AI もですね、 AI もですね、すごいですAI も人格になっちゃうんですよ、人格になるんですね和田先生が AI のことを愛人とおっしゃったんですけど、愛人にも付与しましょうという、まあちょっと冗談ですけど、はい、これ意味がありまして、で例えば先ほどもグローバルヘッジファンドの話しましたけども、あるいは Facebook の中にエージェントっていった、まあ、AI みたいなものもあるんですけども、これが個人として動いてで起業して会社作って儲けてくれば結構ですと、税金払ってくださいっていうだけなんですね。悪さだけしないように監視はしますよという話ですの で例えばサウジアラビアで人工知能住民票取ったっていうのは、ね、どっかでニュース皆さん 見たと思うんですけども、今後増えていくと思います。どのくらいの人工知能の人口になるかっていう統計ないので分からないんですけども人工知能人口っていうんですかねこれが1億人コスかもしれないと、そういうのが多くなっちゃう、多くなるかもしれないとそうするとおっしゃるように匿名とかエコノミーで働かなくて済むかもしれませんがそういったような形で、いろんなタイプの人工知能が登録してもいいと思っております。でもちろん民間人とか、あるいは海外のもう大統領首相とか、そういったあるいは議員の方とか、そういった民間人以外の方でも結構ですと、東京で稼いでくださいと、こういう話になるんですね。あるいは東京のクリプトトックと海外のクリプトトックで提携しましょうというときに非常にやりやすいわけですね。実際に今そういう話をしております。なるほど。こうやってどんどんいわゆるフィンテックというのは進んできましてですね、今銀行業界も随分とブロックチェーンに対して投資をしたりしてますけども、ね、一体これどういうふうになっていくんでしょうね。ここはですね、ちょっともう一つのチャートあると思うんですけども、はい、一応ですね、簡単に言うとお付き合いしてますっていう感じなんですね、うん、で世界の銀行業界に対してアンケート調査したものがありまして、今後成長に向けた既存の今までのブロックチェーン技術をどういうふうに投資するかといったことで共通する見解が出てきまして、いわゆる預金業務における競争が進化激化していくだろうと、これいわゆるフィンテックで銀行以外のプレイヤーが出てくるといった結果なんですけども、簡単に言うとブロックチェーンの技術的な限界いろいろあるんですが、今のところあるのでとりあえずやっとこうということですね。でしかも脅威として感じているので、ここに対してやはり銀行も付き合わなきゃいけないなと。で預金業務っていうのはブロックチェーン導入によるリスク低減とかコスト
効率化の効果っていうのはあんまりないんですよ。ただし新規参入者との競争が控えてますんでやるしかないねと、簡単に言うとお付き合いですね。でフィンテック企業はデジタル技術を強みとするスタートアップ企業というのがたくさん出てますので、高い技術力を持ってますんで、これで顧客を呼び込んで仲介機能の中抜きを進めていく、つまり銀行いらないよって話になっていっちゃうんですね。それでは困るということで、一番自分たちが中核としてやっている機能の預金業務における投資というのは顧客の維持を目的としてやむを得ない IT 支出投資だと考えられているという結果が出ていると、これがこのチャートなんですね。でいくつか の銀行業務におけるいろんなあの機能というのは分解されてあるんですけども、やはりこの預金業務というのは本当は、まあ、私の個人的な見解ではですね、やるとパフォーマンス悪くなるのであまりよろしくないんですけども、銀行が中抜きされるんだったらば息抜き、あのそれを防ぐために、フィンテックに対抗するために既存のちょっと問題あるブロックチェーンでやってみようかなと、こういったふうに、銀行業界のほとんどの方が考えているという傾向が出ておりますと。そうですね、まあ、あのこの銀行業界これからどうするかということもですね、暗号通貨にどう向き合うのかということも銀行にとってどう本当にどうするのかなという、かなり大きな今課題がですね金融全体に来ていると思います。まあ、そういった点も含めてですね、日本あの世界の金融の最先端ですね、あの東京金融特区というのは小池百合子知事もあの提案して、まあ、それなりの案も出てきているようですけれども、やっぱり日本がやるんであれば今まで世界になかったものをやらなければこれは意味がないだろうしですね、でまあ、本当にあの、安倍政権の成長戦略の中にですね、目玉というかそれがあの今まで十分あったのかなということを考えてみますとですね、まさに東京クリプトという金融ということをこう全部つなげてですね、ここに日本が新しい国際社会の中での存在を築く、そういう礎としていってですね、世界の一つの中心メッカになっていくと、そういう提言をこの本書でしております。あのぜひあの皆さんあのお買い求めいただきまして、またこの動画チャンネル、会員サイトもご覧いただいてですね、このいろいろとこの日本の未来について考えていただみんなと一緒に考えていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。伊藤さん、中村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。